いらっしゃいませ。お客様いらっしゃいませ。ようこそ。よろしく頼むよ。当社に。はじめまして、小雪です。いらっしゃいませ。かわいいね。いらっしゃいませ。また来たよ。お客様素敵だよ。盛り上がりましょう。どうも。お願いします。助けを求めてるように見えますが。ようこそ。また来たよ。お客様だね。お願いします。1分経過。ここからどう動いてくるのか。また来てくださいね。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。ごめんなさい。すごいタイプだよ。お願いします。お会計ですね。また来てね。ようこそ。当社に。お願いします。助けを求めてるように見えますが。店長も女の子をしっかり支えてくれています。いらっしゃいませ。いい人さんだな。お願いします。お会計ですね。いらっしゃいませ。ちょっとよ。お客様お願いします。助けを求めてるように見えますが。あっちゃー、やってしまいました。待たせすぎだろ。2分経過。最後まで油断はできないぞ。盛り上がりましょうか。いらっしゃいませ。また来たね。ありがとうございました。よろしくお願いします。いまいち。ようこそ。当社に。助けを求めてるように見えますが。残り時間はあとわずか。間違えたか。あっちゃー、やってしまいました。お待ちしてました。いいね、いいね。いらっしゃいませ。楽しめるな。面白い。他の子おらん。ごめんなさい。何やら様子がおかしいですね。困ります。店長が足を引っ張ってどうする。楽しいわ。ありがとうございました。
盛り上がってお願いします。助けを求めてるように見えますが、女の子をうまくフォローできなかったようです。ありがとうございました。ここでタイムアップだ。
いらっしゃいませ。お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お客様。ようこそ。よろしく頼むよ。かわいいね。盛り上がりましょう。美人だね。いらっしゃいませ。そうなんだよ。お客さん。素敵だよ。盛り上がってきた。ようこそ。また来たご社員。お会計ですね。1分経過。ここからどう動いてくるのか。お願いします。助けを求めてるように見えますが、あっしゃー、やってしまいました。いらっしゃいませ。お客様。助けを求めてるように見えますが。しまいました。お待たせ。かわいいね。ようこそ当社員。かわいいね。盛り上がってきたわ。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。よろしくお願いします。美人さんだな。お願いします。助けを求めてるように見えますが、助けを求めてるように見えますが、あっしゃー、やってしまいました。女の子をうまくフォローできなかったようです。いらっしゃいませ。お客さん。素敵だよ。素敵だよ。盛り上がりましょう。いいね、いいね。2分経過。最後まで油断はできないぞ。限界よ。ようこそ。当社。楽しそうなんよ。お会計ですね。ありがとうございました。お待たせしました。かわいい。お願いします。助けを求めてるように見えますが、じゃあやってしまいました。お会計ですね。フォーシャイン売上が50万円突破。ようこそフォーシャイン。残り時間はあとわずか。お願いします。
待たせしました。いいね、助けを求めてるように見えますが、当社員店長さりげなくフォローします。お会計ですね。いらっしゃいませ。楽しい。お願いします。助けを求めてるように見えますが、美人さんだな。ありがとうございました。ここでタイムアップだ。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。また来たで。お客様。ようこそ。楽しく行こうか。いらっしゃいませ。お客さん。今日は最高やな。いらっしゃいませ。いいね、いいね。ようこそ。遊びを求めてるように見えますが。盛り上がりましょう。すごいタイプだよ。1分経過。ここからどう動いてくるのか。かわいいな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。い
らっしゃいませ。お客さん。助けを求めてるように見えますが。当社員店長、さりげなくフォローします。すいません。助けを求めてるように見えますが。盛り上がりましょう。美人さんだな。じゃあやってしまいました。お願いします。助けを求めてるように見えますが。おっと、女の子をうまくフォローできなかったようです。ようこそ、まあ、当社に。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。べっぴんさんやな。お願いします。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。もうダメね。お会計ですね。もうダメ。お願いします。また来てね。いらっしゃいませ。最後まで油断はできないぞ。お会計ですね。ウケるわ。ありがとうございました。当社員売り上げが50万円突破。盛り上がりましょうか。お願いします。助けを求めてるように見えますが。助けを求めてるように見えますが。あっしゃー、やってしまいました。ようこそ当社に。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。素敵です。素敵だよ。お待たせしました。お願いします。お願いします。何やら様子がおかしいです、ね。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。当社員フィーバータイムだ。皆様今宵は騒ぎましょう。残り時間はあとわずか。ラストスパートだ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。お客さん、当社員売り上げが100万円突破だ。お待たせしました。いいね、いいね。お願いします。お会計ですね。お願いします。ありがとうございました。すみません。お会計ですね。ありがとうございました。ここでタイムアップだ。
いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。お客様。よろしくお願いします。かわいいね。ようこそ、また来たよ、フォーシャイン。素敵だよ。お待ちしてました。すっごいタイプだよ。ようこそ、フォーシャイン。盛り上がってきた。よろしくお願いします。いいね、いいね。いらっしゃいませ。助けを求めてるように見えますが。当社員店長、さりげなくフォローします。ピンと来ないな。ようこそ、フォーシャイン。盛り上がってきた。盛り上がりましたか。めっちゃタイプよ。ここで1分が経過しました。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。お願いします。助けを求めてるように見えますが。助けを求めてるように見えますが。間違えた。おっと、女の子をうまくフォローできなかったようです。お待たせ。面白いね、君。ようこそ、フォーシャイン。最高や。お願いします。お会計ですね。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。また来たね。かわいいな。よろしゃいませ。お願いします。お会計ですね。助けを求めてるように見えますが。お客さん、あっちゃー、やってしまいました。盛り上がってきたわ。いらっしゃいませ。美人さんだな。お願いします。助けを求めてるように見えますが。間違えた。おっと、女の子をうまくフォローできなかったようです。お会計ですね。もう限界。また来てね。当社員、売り上げが50万円突破。2分経過。最後まで油断はできないぞ。お会計ですね。ありがとうございました。
盛り上がりましょう。ちびちやな。ようこそ。最高やな。最高や。お願いします。助けを求めてるように見えますが。盛り上がりましょう。かわいい。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。お客さん。盛り上がってきたわ。残り時間はあとわずか。お願いします。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。当社員フィーバータイムだ。皆様今宵は騒ぎましょう。ようこそ。当社員売上が100万円突破だ。盛り上がってきたわ。お待たせ。かわいいね。ありがとうございました。ここでタイムアップだ。
そうですね。ああ、はい、はあ、キャバクラバトルスタート。さあ、ついにやってまいりました、リーグチャンピオンシップ。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。全力でいきますよ。負けらんねえな。キャバクラグランプリナンバーワンを選ぼうの。さあ、果たして新チャンピオンは誕生するのか。お待たせしました。かわいいな。いらっしゃいませ。よろしく頼みや。盛り上がってきたわ。盛り上がりましょう。美人だね。いらっしゃいませ。なるほど、素敵です。楽しいな。よろしく。ようこそ。助けを求めてるように見えますが、間違えたか。おっと、女の子をうまくフォローできなかったようです。はじめまして、小雪です。いらっしゃいませ。かわいいね。いらっしゃいませ。また来たよ。なるほどね。盛り上がってきた。いらっしゃいませ。すごいタイプだよ。ようこそ。また来ちゃったよ。お願いします。お会計ですね。1分経過。ここからどう動いてくるのか。助けを求めてるように見えますが、ようこそ校舎に。お願いします。助けを求めてるように見えますが、あっちゃー、やってしまいました。お願いします。お会計ですね。ありがとうしますよ。カナが仕掛けてきたぞ。ありがとうございます。一気に売り上げを伸ばしてくる。いらっしゃいませ、お客さん。よろしくお願いします。美人だな。お願いします。何かあったのでしょうか。ん、助けを求めてるように見えますが、店長が足を引っ張ってどうする。ようこそ。また来たぞ。おっしゃあ、やってしまいました。
すみません。助けを求めてるように見えますが。店長も女の子をしっかり支えてくれています。いらっしゃいませ、お客さん。今日は最高やな。お待たせしました。敏感だな。2分経過、最後まで油断はできないぞ。ようこそ当社にお会計です。最高だよ。盛り上がってきた。盛り上がりましょう。いらっしゃいませ。助けを求めてるように見えますが。もうダメね。助けを求めてるように見えますが。いらっしゃいませ。楽しませてくれや。お会計ですね。延長お願い。ご延長ありがとうございます。お会計ですね。お願いします。助けを求めてるように見えますが。ありがとうございました。残り時間はあとわずか。ラストスパートだ。いらっしゃいます。楽しく行こうか。楽しい。お会計ですね。ありがとうございます。当社員フィーバータイムだ。皆様今宵はさらぎましょう。ショーショーショーようこそ。よろしく頼むよ。素敵だよ。お会計ですね。盛り上がってありがとうございました。当社員売り上げが100万円突破だ。お願いします。私ね、終了。果たして勝負の行方は。力を及ばすか。どうしたんだ。いや、初めて桐生さんと二人きりでお食事じゃないですか。緊張しちゃって。おいおい、俺は同じ店の仲間だぜ。緊張してどうするんだ。すみません、分かってはいるんですけど、実は私結構人見知りで。ユキさんとか他の人がいれば大丈夫なんですけど、二人きりで話すとなると固くなっちゃうんですよね。もしかして初めての客に対してもそんな感じなのか。はい、打ち解けた人には全然普通に話せるんですけど。よくそれでキャバ嬢をやれているな。自分でもそう思います。はあ、どうすれば緊張しなくて済みますかね。
相手を格下だと思えばいい。え？格下？そうだ。相手が立派だと思ったり、格上だと思うから緊張するんだ。相手が自分より格下で、クズのような人間だと思えば、緊張することもないだろう。確かに、そう言われるとそんな気がしてきました。じゃあ試しに、桐生さんをクズだと思ってやってみます。おう、どんと来い。おい、キリエ、てめえこら、一丁前に酸素吸ってんじゃねえぞ、こら。すみません。イラッとしましたか。ちょっとな。申し訳ないです。でも、今ので少し緊張は解けたかもしれません。そうか。まあ、それならよしとするか。しかし人見知りといい、小雪はまだまだキャバ嬢として成長しなきゃいけないな。そうですね、本当まだまだひよっこですよ。お客さんとの話題が思いつかずに黙っちゃうようなこともありますしね。話題か。お前の趣味の話でもすればいいんじゃないのか。趣味？私の趣味の話をすればいいんですか？ああ、客は小雪のことが知りたいはずだからな。何かないのか。例えばショッピングとか。私、家が貧乏でまだお金もないので買い物はあんまり。趣味。あっ！何かあったか。はい、私の趣味はユキさんですね。どういうことだ。ユキさんを観察したり、ユキさんの写真を撮ったり、その写真を眺めたりするのが好きなんです。だから、強いて言うならそれが趣味だなって。小雪、お前本当にユキが好きなんだな。なんせ私の目標であり憧れですから。少しでも近づけるように細かいところまで観察して吸収したいって気持ちもあるんです。なるほど、勉強も兼ねているというわけか。いつかユキみたいになれるように頑張れよ。はい、ありがとうございます。小雪がキャバ嬢になろうと思った理由は何なんだ。やはりユキの影響か。そうですね、ユキさんに憧れたからです。実は私、大学に通ってるんですけど。ほう、そうなのか。はい、でも結構学費が高いんで、とあるスナックでアルバイトをすることにしたんです。